AWJ 所属のチレノカエルです。チームの雰囲気はすごく良くなりました。新しい選手バトル君もたくさん喋ってくれるんで、みんなともすぐ2人ともよく喋る子なんで、チームの雰囲気によく馴染んで楽しいチームが出来上がったと思います。はい、自分はもう踊り子を使いとしてやってるんですけど、それプラス火災調査員というキャラクターに力を入れてるので、その2つの武器で、今回の大会をかき乱したいと思います。はい、AWG 最初の試合はよくこけがちなので、初戦から気を引き締めて勝ちを狙っていきたいと思います。楽しみにしていることは、何かって言われるとあれなんですけど、毎試合毎試合、このチームで戦えるのが楽しみだと思ってます。 AWG を応援よろしくお願いします。こんにちは、アクシズウェイブのリムです。まあ、にゃんさんもにゃんさんでめっちゃ喜んでくれるけど、やっぱ高久さんが反応が結構丸々出て、体全身に出て、彼は飛びますね、ジャンプします。やっぱスバイバの V 字が結構落ち着いてきたのと、あとハンターの連動が結構高くなっていることを最近感じています。初戦スカーズなんですけど、スカーズとは最近コール戦もよくやっていて、一番警戒しているのはやっぱ1戦目のブリオのオペラが強くて、それにどう耐えるかを考えています。今シーズンから3キャラ目の次にセルフバンに入ることになって、なんかバンが増えることになったんで、各チームからのバンピックがちょっと気になります。今期もアクシーズで頑張るので、アクシーズの応援をこれからもよろしくお願いします。ファブゲーミング所属しているフェリックスです。うちのチームはやっぱり闇とコクアが一番もうすごい喜んでますね。なんかもうとりあえずなんか暴れてます。楽屋壊れるぐらい。リーグが終わって、そのサバイバー、今自分たちのチームで一桁にいるメンバーが何人もいて、でサバイバー1位とハンター1位がどっちもいる状態で、すごいランク戦も頑張ってくれて、練習もすごい意識持って取り組んでくれてるので、すごいそこの連携力とハンター力が上がったんじゃないかなと思います。まあ、じゃあそば子さんに会ったらこうやったりますよ。アイビーとオペラ歌手が弱体化されたので、サバイバーがもう少し勝てる環境になったんじゃないかなっていう思うところがすごい楽しみなところですね。今期もファブゲーミングの応援よろしくお願いします。フェンネルのマイケンです。のニノですかね。ご飯を奢ってくれます。助け合いですかね。ゼータは新ハンター入って、そこを気をつけたいです。夏季準優勝だったので今季は頑張ります。リジェクトのスバです。よろしくお願いします。そうですね、もう比較的うるさくなったというか、騒がしいチームになってしまいました。やっぱり毎日一つ一つできなかったことができるようになっていっているので、もうたくさん成長を感じて、まあ、優勝を狙えるチームになってきているのかなって思います。一人一人がもうやっぱ一騎当選のつもりで、もう一人一人が自分が勝たせるっていう気持ちを持ってプレーするようにしています。一騎当選。そう、ファブゲーミングはもうチキンもアイビー上手ですし、今闇も今アイビー1位ということで、もうアイビーにしっかり力を振ってるチームなので、もうそこをしっかり対策して、もうアイビー出されても完封できるように、はい、していきたいと思います。そうですね、もういい勝負したいということで、ファイティングポーズをちょっと、まあ自分がもう最優秀サバイバーとして表彰されることが楽しみです。応援してくださる皆様、これからも応援よろしくお願いします。スカーズのたこ焼きです。まあ、いつも通り変わらず試合の準備をしています。連携でやっぱり相手を崩していくみたいな感じです。相手チームのハンターのレアデ選手は、まあ、夏季 IGL 4釣り率 50% っていうやっぱ数字を持ってるんで、それを気をつけたいです。そうですね、やっぱりファイナル MVP を取るということですかね。今期も応援お願いします。ゼータディビジョンのしなみです。はい、今期はアルフレがお休みで新メンバーのニコメロディーが入ったんですけど、まあ、新しく何かが始まったような新鮮な雰囲気です。まあ、誰かがリーダーをするっていうわけじゃなくて、みんなで個性出し合ってまとまっていけたらなと思います。チームのプレイスタイルとして、
まあ、夏の IJL と IVS にかけて、まあ、サバイバーの調子は変わらずあると思うので、まあ、サバイバーがどっしり構えた上で2個メロディーに暴れてもらえたらなと思います。まあ、今期の最初の対戦相手フェンネルなんですけど、まあ、とにかくそのハンターとサバイバー両方とも硬い印象があります。まあ、それでいてその爆発力があって、まあ、3逃げ4釣りも仕返してくるので、まあ、そこを抑えつつ、まあ、どこかしらで勝てればいいのかなと思います。今シーズンはハンターが新しい体制になったんですけど、まあ、そのやっぱりその新体制ということで、まあ、どんどん成長していく見込めロディが見れるのが楽しみかなと思います。あとサバイバーの完成度をどんどん上げれたらなと思います。秋季 IJL の応援もよろしくお願いします。